佐藤慶太郎佐藤慶太郎1月17日は福岡県出身の実業家。1868年筑前国音楽軍人原村に出生。1886年福岡県立英語専修修有館に入学。その後法律家を志し修有館を中退。明治法律学校に入学。卒業後、帰京師 筑区法丹田の積み出し校であった福岡県恩賀郡、若松町において石炭省の仕事に従事、独立後に炭鉱経営者として成功を収めた。しかし、治病の胃腸病が悪化したため経営の第一線から退き、1918年に若松市議会議長に就任。第一次世界大戦後の戦後強硬化、石炭工業連合会の設立構想を、 三井、三菱、小賀等の財閥や有力者に熱心に説いて回り、創設に尽力した。1921年、連合会創設のために上京した折、目にした、自事新報社説で、東京府美術館の建設計画が、資金難のため頓挫しつつあることを知り、面識があった東京府知事、安倍博士に即座に100万円の寄付を申し出た。これにより、 岡倉角蔵や横山大観らの美術館が欲しいという明治以来の日本美術界の悲願が実現することとなった。1922年、三菱工業の監査役に就任したのを契機に事業を人に任せ20を超える養殖から退いた。1934年それまで居住していた若松市の邸宅を若松市に寄付し、温泉地である大分県別府市に移住。 晩年を同地で過ごした。なお、若松の宮廷宅敷地は佐藤公園として利用され、記念日並びに胸像が設置されている。佐藤は若い頃に読んだアメリカの実業家カーネギーの電気に感銘を受け、カーネギーの言葉、飛んだまま死ぬのは不名誉なことだを心情としていた。1935年、寄付金150万円により、 財団法人第二本生活協会を設立。衣食獣、家庭経済、風俗習慣などの改善研究をやり、実験設備として、生活訓練所、児童研究所、模範部落建設、教育機関を通じて、新生活指導者を養成する、他新興生活実行組合を全国に作るという、大がかりな構想を発表した。 その拠点として1937年に佐藤信仰生活館を建設した。また、貧困により、医薬が購入できない人への救済組織として、財団法人若松給料会などを設置したり、福岡の大学校開設にも協力するなど、美しい生活とは何かを希求し続け、食生活や農村の改善、女子教育の向上にも尽力した。優秀な若者には、 奨学金を提供し、先見性のある医師や社会活動家に支援を惜しまず、日本の芸術文化と生活文化の双方に寄与した。その社会奉仕の功績を検証し、その精神を未来に継承する芸術文化活動や生活文化活動を奨励しようという佐藤慶太郎検証会が斎藤康義筑波大学教授らにより設立されている。ありがとうございます。